カタカナの「くのように母音が入られないようにしていきましょう Criticism, criticism. You must learn to accept criticism You must learn to must criticism. accept learn 最初の「クレ」をやっていきましょう C の発音は「ク」と発音します口の形としては口を少し開けます上下の歯が少し見えるくらいです この状態で舌を奥の方につけるようにします舌の奥が口の上の方について息をせき止めるようにしてますそしてお腹からの息をせき止めたものが破裂するような形で舌を離します次に「ウの発音について解説します「ウの発音は「ウー」のところと「イ」のところの2つに分けて解説しますまず「ウー」ですけども唇を尖らせて 下先はどこにもつけません「うー」と発音します次の「えー」は唇をリラックスさせて「えー」と発音しますではこの「うー」と「えー」を続けて「れー」と発音しましょうそれができたら先ほどやった「く」の発音とつなげてやっています「クレ、クレ、クレティシズム」ク「クレ、クレ、クレティシズム」